放課後ネバーランド動画をご視聴いただいてありがとうございます。アキトです、これはね、ただ導入を取れって言われただけであってもなくてもいいパートって感じなんだけど、前回に引き続きまして今回の自己紹介動画です。前回は多分、この辺に出てる、子さんメンツですね、3年以上前からいる人たちの自己紹介動画だったんですが、今回は、3年以内に激増した人たち、新人さんとか令和組って言ってる人たちの自己紹介です。似てるとことか逆に言うなこういうとこ違うなとかまあいろいろあるかとは思うんですが、楽しんで見ていただけたらなと思います。それではどうぞ。名前はすみれです。性別は女の子です。年齢はあんまりよくわかんないけど22、3くらいってことにしとこうって思ってる。身長は153センチくらいかな。グループっていうか帰宅部、一応帰宅部で、自己PR は、メイクとかおしゃれ系美容系が好きです。ウグイスです。性別は男です。年齢は18歳とか19歳とか20歳とかなんかそれくらいって言われるから多分それくらい。で背は、これ背どれくらいだろう、多分稲葉と同じくらい、だから175って言ってたっけ、それくらいかな。グループって新人だからグループって、ああ帰宅部で、好きなこととかはゲーム、全然上手くないんだけど、ゲームするのも好きだし、あと最近すみれとかさ、千代子とかがなんかメイクとか服とかいろいろ見てるのを聞いてるのも好き。あと、カラオケ好き。歌うの好きかも。名前はサビ。性別は男。年齢、20くらい。身長は165ちょいぐらい。グループ、ボスンとか朝比奈のグループで、あと帰宅部ゲームしたり、あと映画見るのも最近ちょっと好き。よりです。よりは女の子だけど別にどっちでもいいです。あと年は15歳くらい。背は多分150センチくらいです。あとは作業班で動画の編集をしてます。自己 PR よりはね、よりはゴリラとカキと、あと動画の編集が好きです。名前はシュカって言います。性別は女です。で、年は20歳くらいかな。20歳くらい多分。で、身長は
千代子と同じくらいだから158くらいで、グループはお料理部、グループじゃないけどお料理部とあと子供部屋、お料理部もうちょっと頑張りたいです。紫です。性別は分かんない。何でもいいやって感じで、年は14くらいで、背は155センチくらいかな多分で、あとね、お料理部でまだ1回しかやってないんだけど、紫はお料理部、あとなんだろう、羊にしてもらった、かわいいでしょう。紫に、ね、羊が好き。名前はトウヤです。性別と年はなんか何だったっけって思ってるけど、多分男で、年は分かんない。背は160センチくらい。眠い。なんかいつも眠くて、ずっと眠い。こんにちは、スオです。男です。年は17歳くらいかなって思ってるけど、あんまり見た目がそれより多分なんかちっちゃく見えるかな。背が低くって160センチないくらい、多分背が高い時の千代子と同じくらいだから157とか8とかそれくらいかな。グループは作業班とあとお料理部も入ってます。僕も動画の編集が好きで、僕はサムネイルを作ったりとかお料理部の動画の編集をやってます。他の動画も編集してるっていうか、中で料理とかと相談してるって感じかな。名前はつぐみです。性別は男、年齢は成人はしてる、身長175弱、グループは篠原、 PR は特にないけど、上に兄が2人、龍之介と啓太の弟。名前はシオンです。性別男、年は15ぐらい、わからん。背はね、180ないわ。背は158ぐらい。これ多分これから伸びる。グループは特に何も入ってない。で、あ、違う、俺あれ、お料理部だ。これね、お料理部、あとなんだっけ、なんかね、すぐ笑ってしまう。
名前は真白って言います。性別は女の子です。年は13歳くらいで、背は多分152センチか3センチくらいです。グループみたいなのには入ってないです。私はあまり表に出ないけど、動物が好きです。名前は小鳥。小鳥は性別は女だけど、あんまり気にしてない。年は14歳。背は145くらいだと思う。グループは朝比奈グループ。小鳥はウグイスとかサギとかと一緒に朝比奈のグループに入ったけど、ウグイスとかサギはこっちの建物にいるけど、小鳥は朝比奈のグループの方にいる。名前はシュウです。性別は男です。年は15歳とか16歳くらいです。背は160センチくらいで、グループとかには入ってないです。僕はあんまり声が出なくて、指文字をちょっとずつ覚えてます。もうナチって言います。ナチは女の子で、私は13歳。背は153センチくらいで、グループは旧コハ生ハゲ舞台です。表に出るのはあんまり好きじゃないんだけど、本を読むのが好きです。あまねです。性別女です。年齢は二十歳くらいで、背は170あるかな、ないかもしれないけど170近いくらいはある。あとグループは帰宅部、多分帰宅部、いやどうやって入るのか分かんないけど、今んところ多分帰宅部乗りだと思う。実家だとさ、キーボードの練習してた。あとよく千代子と歌ってる。歌うの好きで千代子とよく歌ってるし、あとキーボードも練習中。全然弾けないけど。名前はひろすけ。男。15。身長は160センチくらい。グループとか入ってない。好きなこととかねえし。こういうの見てさ、いい加減さ、頭おかしいって気づいたらいいと思う。名前はジンです。
性別は男。年齢はよくわかんないのよね。多分25くらい。身長は175はあると思うんだけど、測ったことがないからよくわかんないのよね。グループは、生ハゲで通じる。そう、私生ハゲの人だから、表にはあんまり出ないのよね。私こういう喋り方してるけど、普通に男だから、だから何って感じじゃない。はい、戻ってきました、アキトです。新人さんたちの自己紹介いかがだったでしょうか。基本的にね、うちでは年齢とかってあんまり自分はいくつっていうのははっきりと分かっている人の方が少なくてですね、まあ、見た目とこう実際の振る舞い的にいくつぐらいじゃないかなっていう年齢があんまり一致しない人も多かったりするんですね。あと身長もですね、まあ、大体一応こうのマックス身長が157、8で、まあそことの身長差で俺が多分172、3ぐらいと言われていて、これくらいの身長じゃないかなみたいな感じでね、喋ってます。この人とこの人仲いいけどこれくらいの身長差があるとか、逆に思ったより大きかったとか思ったより低かったとか、何の参考にもならんけど楽しんでいただけてたらいいなと思います。というわけで本日もここまでお付き合いいただきましてありがとうございました。